おはようございます。2015年4月21日火曜日6時5分になりました。もう4月もね、下旬に入って、まあ、もう来週というか今週末あたりから早い人はね、ゴールデンウィークの連休に突入する人もいるんじゃないかなと思いますけれども、今回は頭の方はちょっと飛び石ですけども、後半が結構、1,2,3,4,5 5連休ですね。でまあちょこちょこ有給休暇とか取る人がいれば、6、7、8連休とか9連休とかにする人もいるんじゃないかなと、あるいはドサッともう2週間ぐらい休みを取る人もいるのかもしれませんけども、まあまあね、あっちこっち、出かける人が、今回はなんか国内の旅行がねすごい多くなるみたいな話をしてますけれども、さて国内の旅行といえばそういうのに関連してくる話ですけども、今日のニュース、Cネットジャパンから、Google 検索アルゴリズム変更は間もなく、サイトのモバイルフレンドリー度を考慮ということで、もうこれ前からね Google が、予告してたことなんですけれども、スマホからの検索ですね、モバイル、まあ、要はスマホからの検索で、その検索の順位を出すのに、モバイル対応してるかどうか、スマホのでちゃんと見れるようなサイトになってるかどうかっていうのを評価して、その検索結果に反映しますよというので、21日からなんで、まあアメリカ時間の21日だと思いますから、間もなくというか、まあじわじわこれ来ると思うんで、いよいよスタートしたということですね。でこれモバイルフレンドリーテストっていうサイトも Google が公開していて、そこでですね、自分のところのホームページの URL を打ち込めば、どれぐらいモバイルフレンドリー度があるかっていう評価をしてくれるんですね。でもってそこで、緑色の OK っていうのが出れば問題ないんですけども、もし、モバイルフレンドリーになっていませんっていう赤で、メッセージが出てくるとですね、そうするとスマホサイトから検索した場合に順位がググンと下がってしまう可能性が非常に高いということになってきてます。で、特にですね、これまあ大手企業のサイトだとね、そんなに問題になることはない、大手企業というか地域をあまりね意識していないビジネスだとそれほどその問題にはならないと思うんですよね。全国を対象にしているその、通販サイトとかはそんなにその地域っていうのは関係ないんですけども、ただこれが飲食店とかですね、あとそのなんだっけな、いろいろありますけども、とにかく店舗を構えてるところですね、そういうところはもう治療院だとかクリーニング屋さんだとか、スーパーとかもそうですし、そういうところはですね、もうこれちゃんとやってないといきなりスマホからの検索結果がグンって落ちてしまうので、本当集客にかなり影響が出る可能性を持っています。でスマホの場合は知ってるかと思うんですけども、その GPS とかでそのどこにいるかっていうのが分かってるんで、それに応じた検索結果を出してくれるんですね。でそうするとやっぱりそのお店の近くにいる人はそのお店のサイトとかを上位に出してくれるんですけども、それがモバイル対応をしっかりしてなかったらですね、ガクッと下に落とされてしまって表示されなくなると。そうすると見込み客を逃してしまう可能性が非常に高くなるし、あるいは見込み客じゃなくても知ってるお客さんであっても、あれこの店出なくなったからひょっとしてなくなったんかななんて思われちゃう可能性があるわけですよね。なのでこれ結構地域にというか、まあもう本当にお店を構えてやってるようなところ、地域を本当にキーワードとしてエリアを意識してビジネスをしているところのホームページはですね、しっかりこれやっとかないと本当かなり影響がすぐに出る可能性があります。でこれに関してはですね、前に
URL 書いてますけども、ウェブアップ、zxcvbnm.jp という、またいつもの私の、これ、ホームページ集客再入門というのをね、サイトを作ってそこでもう書いて、かなりですねアクセスがものすごい集まったんですけども、いろんな人が見ていただいたんですけども、とりあえずの対策としてはトップページだけでもですね、スマホのページとパソコンのページと自動的に振り分けれるようにする、それだけでもモバイルフレンドリー度、モバイルフレンドリー対応っていう風に Google は見なしてくれるので、それだけでもですねやっておくと、まあモバイルからの検索がガクンと下がるっていうことはないですから、それだけでもこうやっておけばいいんじゃないかなという風に思います。こういうなのってこれからね、Google の対応ってやっぱりそのいろんなところに影響してくるのは大きいんでね、なんだかんだっつっても Google のやってることって他の検索エンジンとかいろんなものにも影響するでしょうし、当然その Yahoo とかにもねこういうものが影響してくるので、早め早めにこういうのはね手を打っておかないと、気づいたらホームページはあるのにほとんどなんかアクセスしてくる人がいないと、検索をしても自分どころのねお店の名前とか会社の名前とか入れれば当然出てくるんですけども、それはお店を知ってる人を対象にしてるんであって、お店を知らない人とか売る覚えの人とかなんとなくそのね、今さっきも最初に言いましたように、そのゴールデンウィークなんかで、遊びに来てる人ですね、普段その辺にいない人が遊びに来てて、あこの辺でなんかお昼食べようかって言ってスマホ出して検索絶対絶対してますよねみんな、まあ、それでそういう観光客なんかがこう検索した時にそこの検索結果の上位に上がるか上がらないかってね、これものすごい大きい差なので、そういったところをやっぱりですねしっかりこう対応していかないと、自分のところで対策してるつもりになっていても Google のモバイルフレンドリー評価として高いかどうかが問題なので、そのあたりですね今一度確認をしてやっておくこと、見ておくことが重要かなというふうに思います。ゴールデンウィーク直前なのでぜひここはですねしっかりとやっといた方がいいと思いますよ。本当にその後からねこうちょこっとしたこと、本当にそのちょっとしたことなんで、これってまあ、記事にも書いたように、1時間でできる、モバイルフレンドリー対策っていうのを、書いたんで、でその本当にちょっとしたことなので、それをやってるかやってないかで、ね、お客さんがその 1% でも変わってしまったらそれってやっぱりでかい話になっちゃいますから、ぜひですねこの辺はしっかり対策を今のうちにゴールデンウィークに入る前にしっかりと対応しておいた方がいいかなというふうに思います。さて、そんなところで6時もう15分になりました。今日火曜日ですね。でもってと天気はまだ回復してくるのかな、なんか昨日は関東の方とかものすごい風吹いてたみたいですけども、この時期のね春の嵐というかで荒れ方がちょっとこのところ半端じゃないので、ぜひ気をつけてください。それからねまあ お店やってる人たちはのぼりとかね看板立て看板とか出せたりとか、A 看板とか言われるようなやつねとか出してたりとか、あとその店舗の外にこう取り付けてる看板なんかも風で飛んだりとか最近いろんな事故起きてるんで、ぜひその辺ももう一度見直して気をつけてください。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。